南伊勢町は、三重県渡来郡にある町、南西地域に含まれる。リアス式海岸の5カ所湾に面している。沿岸部は、伊勢島国立公園に含まれる。かつての伊勢国南部にあり、また、伊勢市の南隣に位置することから名付けられた。なお、衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第4区、三重県議会議員選挙の選挙区は、渡来郡選挙区となっている。 消防については、合併前の枠組みを維持し、旧南西町域は、島広域消防組合、旧南東町域は、寄生地区広域消防組合の管轄となっている。警察については、町内全域が、伊勢警察署の管内にある。漁業が主要産業である。沿用漁業の基地となる港を多数抱えるほか、国家所安での、アコヤガイハマチやオサノリの養殖も盛ん。 三重貝湾漁業共同組合が所管する。マグロ養殖も行われ、ブルーフィン三重の伊勢マグロ、新洋水産の奈良マグロ、丸久し水産の三重マグロと三つの養殖マグロブランドがある。山間部では、みかんの栽培も行われており、地元では5カ所みかんの名で販売されている。日本におけるカラマンダリン栽培の発祥の地である。伊勢農業共同組合が所管する。 南伊勢町内の郵便番号は以下の通り。三重交通5カ所バスセンター旅客営業を行っている鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は地区によって JR 東海三宮線及び近鉄山田線の伊勢市駅、あるいは近鉄島線島磯部駅。廃止路線旧南東町では1934年に大阪セメントによって 石灰石運搬の専用線が付設され、その後国見山三重鉱山に払い下げられて2000年まで稼働していたが、翌2001年からベルトコンベア化が実施されて廃線となった。バスかつては定期線が5カ所案内各地を結んでいたが、2000年3月31日に廃止され、翌日の2000年4月1日から、超江バスが運行を開始した。一般国道三重県道、 アイスの館伊勢現代美術館、ありがとうございます。